第2番の独創洋楽譜、オルガン競争曲集作品 4HWV289 から294は、レオルク・フリードリヒ・ヘンデルによって1735から1736年頃に作曲、初演され、1738年に出版された、オルガンのための競争曲集。6曲から構成される。後に出版されたオルガン競争曲集、第2集。 第3集と区別するため、この競争曲集は第1集と呼ばれる。バロック時代まで鍵盤楽器は独創楽器または通奏低音楽器としてのみ使われていた。ヘンデルのオルガン競争曲はバッハのチェンバロ競争曲と並んで鍵盤楽器用の競争曲の最初の作品とされる。ヘンデルのオルガン競争曲や合創競争曲は 劇場の舞台作品の幕愛余興として演奏されるものだった。オルガンはヘンデル本人によって演奏されたが、しばしばヘンデルの即興によっていたと考えられ、譜面上にはオルガノアドリビトムという指定が多数見られる。ヘンデルが使ったオルガンは、教会のオルガンではなく劇場の演奏会のために設計されたもので、ほとんどペダルを使用していない。当時の聴衆はオラトリオ以上に、 ヘンデルの演奏を喜んだと言われる。ヘンデルのオルガン競奏曲は、鍵盤楽器の独奏のみの部分と還元楽を含む前奏の部分が交代するが、還元楽を除いて独奏曲として演奏することも可能だった。当時の出版譜では、鍵盤楽器のパートのみが出版され、ハープシコード独奏によって演奏されていた。作品4は、ヘンデルの公認出版契約者であった。 ロンドンのジョン・ウォルシュから1738年10月4日に出版されたが、最初はやはり、ハープシュコード、またはオルガンのための6つの競争曲集として、独創部分のみが出版された。還元学の譜面は2ヶ月後の12月2日に出版された。競争曲集の出版は、海賊版への対抗手段としての目的を持っていた。曲は、 1> 第1.23.5番が環球環球の4、学章形式、4番が球環環球の4、学章形式、6番が球環球の3、学章形式で書かれている。4学章のものはいずれも、第3学章が単調の短い曲で、計画に近いものもある。最終学章は4番のみがポリフォニー的で、それ以外は部局的である。章下、アレクサンダーの共演。 第2部最後の合唱の前に挿入される形で1736年2月19日に初演された。偶数学賞は蝶々になる。編成、オルガン、オーボエに、弦楽器、通奏低音ラルゲット、イースタッカート34拍子、アレグロ44拍子、と蝶々、アダージョ44拍子、ホタン長、アンダンテ38拍子と蝶々、オラトリオ、 エステルを1 7 3 5年3月5日に再演した時に演奏されたものかという作品4の6曲のうちこの曲のみが2段鍵盤を使用する編成、オルガン、オーボエに弦楽器、通奏低音 A テンポオーディノリオ、イースタッカート44拍子ごく短い助奏風の音楽アレグロ44拍子アダージョイースタッカート44拍子オーボエは休むアレグロ マノンプレスト38秒子第2番と同様、オラトリオエステルを百7 3 5年3月5日に再演した時に演奏されたものかという。この曲はリピエーノの他に独奏バイオリンと独奏チェロのコンチェルティーノを含む。編成、オルガン、独奏バイオリン、独奏チェロ、オーボエに弦楽器、通奏低音アダージョ44秒子アレグロ34秒子アダージョ。 三二拍子がボットに二拍子。リコーダーそなた作品1から 2HWV360 の最終楽章と旋律が共通する。オラトリオ、アタリアを1735年4月1日に再演した時に演奏された。編成、オルガン、オーボエに、弦楽器、通奏テオニアレグロ44拍子、アンダンテ44拍子、アダージョ44拍子、アレグロ44拍子。 リコーダーソナタ作品1から 11HWV369 の編曲。オラトリオ、デボラを1735年3月26日に再演した時に演奏されたものかという。編成、オルガン、オーボエに、弦楽器、通奏低音ラルゲット34拍子、アレグロ44拍子、アラシチリアーナ128拍子、プレスト128拍子、消華。 アレクサンダーの共演第一部のレチタティーボ、意図高く座したる、ティモテウスの後に挿入される形で1736年2月19日に、初演されたハープ競争曲 HWV294A の移行にあたる。編成、ハープ、リコーダーに、バイオリン、通奏低音アンダンテアレグロ44拍子ラルゲット、34拍子、アレグロモデラート38拍子。ありがとうございます。